ヘルツベルクアムハルツは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州南部のゲッティンゲン郡に属す都市である。この町は、オーバーハルツの南端に位置している。ヘルツベルクアムハルツ市は、観光関連文書、文化関連文書、友好都市関連文書において、2006年7月から、エスペラント都市の添え名を用いている。ヘルツベルクアムハルツ市は、 中びく山地のハルツ山地から流れる小川であるジーバ川やローナウ川の流域に位置している。ゲッピンゲンの北東3 2トルハノーファーの南東9 0トルにあたる。市の中心部の高台にヘルツベルク城がある。本市は北から時計回りに以下の市町村及び地域と境を接している。カッコ内は2016年10月1日現在の 人口である。ヘルツベルクはさらに、地元周辺地域の会話では、非公式な地区から構成されている。マテウス・メリアンの同伴画に描かれた17世紀、中頃のヘルツベルク・ヘルツベルク城は、1154年の、ハインレヒシシ港の寄進城に、初めて記録されており、最初は、ベルフ家の所有であった。集落については、1337年に、 城の下の領主の所領として初めて記述された。入植の開始はこれよりかなり早いと推測されている。集落名は中世にはヒルシスバーグ、ヒアツェバーチ、ハートスバーグと表記された。語尾のベルクは創設期が800年から1350年の中世、世紀であったことを示している。12世紀には母音のマイナス、アイマイナスと、 E- が由来でいたため、ヘルツマイナスはヒルシュに由来すると考えられる。行政上は、1315年以降アムと、ヘルツベルクが設けられ、1859年に、アムとシャルツフェルスと合併した。1598年にヘルツブルクは、フレッケンと記述されている。都市圏は1929年10月25日に、 プロイセン国務省の奨励によって授与された。2016年11月1日のオーステローで、アムハルツ軍とゲッティンゲン軍の合併以後、ヘルツベルク・アムハルツは、ゲッティンゲン軍に属している。ヘルツベルク周辺にはいくつかの中世の敗村が存在する。バルケフェルデ、ハーゲ、ヘルメリンゲローで、カルクブルク、コイハーゲン、オイ、ルーニゲローと、シュメルベーケ、シュタイノオーベなどである。 経済に関しては、ヘルツベルクは、古くから、すでに周辺地域の中心地であった。食婦やアーザブの生産はかつて、ヘルツベルクの主要な経済因子であった。18世紀から19世紀には、住民の約50%がアーザブ織りに従事していた。醸造業も重要であった。この村の醸造小屋は1569年に、 これよりも大規模な醸造所は1581年に設けられた。この集落は古くから都市としての特徴を有していたが、主力は農林業であった。ヘルツベルクには1614年には約180の1766年には約300の農場があった。多くの水車、例えば製材水車、製紙水車、脱穀水車、 作油水車がミューレングラーベンの水力をエネルギー源として利用していた。ミューレングラーベンには高台に位置する上巻に水を供給する溶水装置もあった。20世紀の工業には製鉄、製紙、火薬製造、繊維ボード製造、金属加工、マーガリン製造、人造検視製造が含まれる。18世紀から19世紀の最も重要な 経済因子は武器製造であった。ハノーファー選定工業はそれまで他の支配地で武器を製造していたが、それでは十分でなくなってきた。このため、ハノーファー風評隊のための銃器工場を1732年にヘルツベルクに建造した。この工場は、領銃や霊兵器、武器付属品も製造した。この集落には専門的な人材がいなかったため、 当初労働者を外部から募集しなければならなかった。先鉄の原因量は、ハルツ産地の精錬所で作られた。この工場ははじめローナウ地区のローナウ川沿いにあり、この川の水を駆動力として利用していた。工場は1740年に、ヘルツベルクに移転した。ハノーファーリンデンのハノーファー王国重機工場は1738年に、すでに、ヘルツベルクに移転していた。 19世紀、この工場では、約200人が働いていた。王国がプロイセンに併合された1866年から、プロイセン兵器工場との強力な競合によりこの武器、工場は、その重要性を失った。地雷や爆弾を製造するために、1940年に、火薬工場が設立された。ダイナマイト AG、アルフレッド・ノーベルは工場を、町や 上巻の近くに設けて鉄道を引き込んだ。この路線は現在も解体されていない。危険回避のため7 5 0 0ラム以上の火薬を貯蔵することは許されなかった。第二次世界大戦直後の1945年4月4日の夜に甚大な事故が発生した。当時、この敷地内には約4万キログラムの火薬と8000個の地雷が 貯蔵されていた小規模な爆発が火災を引き起こし消防団の消火作業中に巨大な爆発が起こったこの事故で9人が死亡した集落や上管の損傷部分は屋根で覆われたこの事故の発生原因は特定されていないが破壊工作や過失が疑われた1937年にそれまで セラーフェルト軍に属していたローナウ・アーハンマー・ヒュッテが、ヘルツベルクに合併した。1972年7月1日にローナウ、ペールで、シャルツフェルト、ジーバーが合併した。1961年と1970年の数値は、1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。 カトリックの西洋ゼフ教会、ヘルツベルクは、福音主義ルターハハ,ハノーファー地方教会の同盟の、教会クライスの本部所在地である。1841年から1845年に、建造されたユンケルン通り21番地の、ニコライ教会と1963年から1964年に、建造されたマルゲリーテン通り3番地のクリストゥス。 教会はこの教会クライスに属す。ナザレのヨセフにちなんで名付けられたカトリックの聖ヨゼフ教会はマギスターベルクにある。この教会は1893年から1895年に建設された。その司祭区はメルテンオステローで主席司祭区に属す。2006年からハットルフのカトリック教会もこの司祭区に属している。また、 教会近くの保育園やレンス通りの墓地も、この司祭区に属す。ヘルツベルク福音主義自由教会組織は1957年に設立され、福音主義自由教会組織連盟に属している。この組織は、メルケン通り一番地の十字架教会やオステローデの教団施設を有している。ヘルツベルク福音主義教団は、 ユンケルン通り16番地に教会を有している。この教団は、オーホーファー教団連合を介して、福音主義教団連合に加盟している。新首都派教会は2007年に閉鎖された。1901年に、ヘルツベルク教団が結成され、ゲッティンゲン教会管区に属した。百七十一年に、パイマンスガッセ三番地に、独自の教会を保有した。 2007年11月11日ここで最後の礼拝が行われた。教会の建物は売却され、現在は理学療法治療院として利用されている。最寄りの新首都派教会は9キロメートル離れたオステローデアムハルツにある。エホバの証人はレンス通りに集会所を有している。ヘルツベルク・アムハルツ市長者ヘルツベルク・アムハルツの市議会は 30議席で構成されている。これは人口12001人から15000人の自治体の議員定数である。30人の市議会議員は5年ごとに住民選挙で選出される。市議会では上記の議員の他に市長のルッツ・ペータースが投票権を有している。本市の市長はルッツ・ペータースである。 2014年5月25日の市長選挙で彼は64.4%の票を獲得して市長に選出された。対立候補のミハエル・ディートリヒは35.6%の得票であった。この選挙の投票率は49.9%であった。ペータースは2014年11月1日に市長に就任し、長年市長を務めた。 ゲルハルト・バルターからこの職を引き継いだ。紋章の図柄、青字と金字に左右に分割。向かって左には赤い歯と爪を持つ金の獅子。向かって右には直立した赤い鹿。この紋章は1953年に内務大臣によって認可されたもので18世紀の公務員章に由来する。獅子は1157年から続く。 ベルフ貴族家への連携を示している。鹿は1885年まで存在し、オステローで軍に合併したアムとヘルツベルクに、ちなんでいる。紋章の字を二分している赤と、金は、ルッターベルク博の紋章の色である。この白家は1029年頃に所領を固めたが、その個名であるハーシュバーグは、ハーズバーグの古い表記である。ヘルツベルクアムハルツ氏の旗の色は、 黄色から青である。ヘルツベルク城、ヘルツベルク城外の高台の頂にある。ヘルツベルク城は、ニーダーザクセンでは、数少ない木組建築の城管である。この城管は、中世の城塞跡に建てられ、1510年の火災後に新たに建て直されたものである。この城は1158年から1866年まで耐えることなく、 ベルフ家の所有であった。このため、ベルフェンシュロスとも呼ばれる。1882年以降は、ヘルツベルク区裁判所がこの城に入居した。現在はこの他に、鈴人行博物館や地元林業史及び、上官自身の歴史展示室がある。さらに様々なテーマの特別展示が、定期的に行われている。シャルツフェルス上司シャルツフェルス上司は、 シャルツフェルト地区東側の急峻な山の葉にある。この難攻不落と思われていた要塞は、7年戦争の1761年に大部分が破壊され、再建はなされなかった。現在は人気の背グ口となっている。聖ニコライ教会、ニコライ教会、ヘルツベルクのニコライ教会は、老朽化のために取り壊された初代のニコライ教会跡地に建設され、 1845年に完成した。この教会のオルガンは、ヘルツベルクのオルガン製作者、ヨハン・アンドレアス・エンゲルハルトによって1845年に製作された。1960年4月25日に宗教会長の精霊によって古典主義様式の重要な作品として、保護文化財に指定され、1975年にルドルフ・ヤンケによって修復された。 アインホルンドークツ、ヘルツベルクは、ハルツ国立公園の辺園部に位置しており、ローナウ地区はこの国立公園に完全に囲まれている。さらにヘルツベルクは、ジーバータール自然保護区に位置している。ヘルツベルクアムハルツのエスペラント広場2006年7月1日の、市議会決議以降、ヘルツベルクは、エスペラント都市のソエメ A、エスペラント5、ハーズバーグ、 ライスペラントアーブを冠している。この変わった添い縄は、ヘルツベルクで長年にわたって、国際青年集会、会議、その他のイベントが開催されてきたことに由来する。このために、多くのエスペラントア社のゲストがこの街に滞在した。これにより、ヘルツベルクは50カ国以上のゲストが訪れた、世界に、門戸の開かれた、エスペラントの中心都市となった。 エスペラント教育は、すべての私立学校及びインターカルチャーセンター、ヘルツベルクで行われている。ドイツエスペラント連盟の教育センターがあり、語学教師の養成を行っている。ユングファー印刷、出版ヘルツベルクには、基礎家庭学校が4校ある。その他の学校は、以下の通り、ヘルツベルク駅。ヘルツベルクは、連邦道、B27 号線及び、 B243 号線沿いに位置している。ドイツ鉄道は南ハルツ線のヘルツベルク駅を運営している。この駅には、ノルトハイム及び、ゲッティンゲン方面、ノルトハウゼン方面、ブラウニッシュバイク方面の列車が停車する。この他に、ヘルツベルクアムハルツシロス駅がある。この駅は、ヘルツベルクゼー前線の駅でベルフの上巻の下に、あり、 市街中心部に近い。かつてのブレーヒエロデオスト、ヘルツベルク線は1982年に、ヘルツベルクジーバータール線は1994年に、営業を停止した。ブラウンシュバイク地方バスが、バート・ラウターベルク行き、ザンクト・アンドレアスベルク行き、ローナウ行き、ジーバー行き、ハットルフ行き、ペールで行き、ルームシュプリンゲ行きのバス路線を運行している。 この2013年8月8日から設けられた市内バス路線は地元の職府企業によって運営されている。すべての路線は南ニーダーザクセン交通連盟に加盟している。ヘルツベルクはベーザーハルツハイで自転車道及びハルツルントベークゾイに位置している。これらの文献は翻訳元のドイツ語版に挙げられていた文献であり、日本語版作成に際して、 直接参照してはおりません。ありがとうございます。